そしてベッドルームですね。じゃじゃーん。おお。ベランダがいいですね。びっくりした。あと20。お、なんか置いてある。よいしょ。あ、でも綺麗。うん。綺麗。私のククスが来ました。そしてしかも魚がついてて
すっごいごちそうになっちゃいましたよ。世界共通なんですかね。皆さん海から歩いてきてくださいね。スカイラウンジはこっちになります。はい、どうぞ。はい、準備ですね。2回ほどしました。めちゃめちゃ冷え汗もんですね。ここで、ああですね、こうやって飯を食うのもいいんでしょうね。おお、ここは昔戦時中は空港の滑走路があったところですね。下へまた降りていきます。シープラウドホテルのここの換金所が今までで一番良かったんで、サンセットホテルっていうところの入ってみたいと思います。なんか言ってねえねえ、あ、わかんない、わかんない、なんか面白いですね。あ、なぜか注文間違いだから。はい、パスタ、シーフードパスタ、カレー、あー、カレー。
げえ。ああ、まだです。ああ寿司何やってる。ああ、すげえ。ちょっと食べるよ。どれぐらいかな。いちご？シブルロー。シブルロー食べるんですかね。ね。ボクスン？ボクスン？ボクスン？ボクスン。カメラ OK？ボックスアニハセヨ。あー、だいぶもボックス覚えてる。ボックスあら、お尻。あ、だ、ボックスマーク。ああはいはい、あお尻のマークとかボックスボクスン。うん、あったかい。不安そう。おお。カザミだ。カザミだ。Thank you. カラカミだ。自分らのホテルは部屋が、はい、ああ何とかその辺だったね。その今ありなく撃沈しました。すげえ。あ、すげえ。なんだこれ、スープラっぽいね。あ、フェラーチはこれじゃない。今からご飯食べ行きます。久しぶりの、久しぶりの。チヂミ。チヂミでーす。すげえ。サバ、サバ。見てみましょう。あーだね、サバって。ありがとう。あ、昔から。
16.5。うん、マシっすよ。バサミだ。おお、すごいね。おら、すごいね。日本で食わないよ。おお。第2弾です。いきましょう。もう美味しいですけど。そして、うん、笑顔つくよ。サムダー、サムダー。スパから見える平雲での街です。こんなところまで歩いてきちゃいました。結構歩いてきたな。まだこの電車の方は早朝なのでまだですね。ちょっとここを歩いて散歩したいと思います。韓国に来て思うんですけども、早朝から朝日を眺める方っていうのはすごく多いですね。私が約10年ぐらい前に来たことがあるんですけど、その頃はまだ貨物列車が走ってたりしたんですけども、今はこういう風に観光客を楽しんでもらえるような施設になってて、ここが自転車でも通ったらダメなんですけど、歩行者専用の遊歩道があります。
今日は朝日を見ることはできなかったんですけども、朝飯を食いに行きます。どこのお店で朝ごはんを食べるか。はい、いつも行くアジュマの店です。ライス안에밥이안에들어있습니다賞味期限は1月21日。あ、前だからこぼれ寄ったよ。うん、細い方が辛いって言うけど、海のさ、タレにこれが入ってて、間違って食べたら辛い。これ、うん、あ、OPS だ。これ美味しそうだな。うん。ちょっとこの隣に行くかって、あ、でもそれが違うんですね。それどこに、あ、ドーナツのこの丸いこれ、うん、あ、いいか、すげえ、おすごいね。Thank you.
怖い怖い。おお、すげえ。たどり着きましたもんね。めちゃくちゃもちもちで、あ、なんか柔らかい。
しい。シャミスル入ります。まあまあカジノ買ったね。うん、旦那さんはカジノ不調で全くだめだ、全く来る気配もない。スニークはご飯も食べながらで、マシッソよ、うん、マシッソ日本磨きましたよ。うん、昔ながらある感じだったから、ここにしよう。ご飯はどんなタイミングで入れてる？私が食べてるし、
Thank you.